どうもハゲチョビンでございます。今日は岩手県宮古市にあります中華そばたらふくさんに来ました。たらふくさんは JR 宮古駅より車で3分、徒歩で12分になります。それではハゲチョビン入店いたします。お店の中はこんな感じになります。注文したメニューは中華そばのみなので、中華そばの大盛りを頼みました。注文したメニューが来ました。それではいただきます。まずはスープからいただきたいと思います。魚介のうまみ、コクがたっぷり口の中に広がり、うまい。続きまして麺。麺は縮れ麺になります。のど越し、食感、うまい。チャーシューは小さめですが、肉の食感、うまみがあって、うまい！メンマも食べますよ。コリコリ食感、うまい！あとは食べ進めていきたいと思います。胡椒を入れてみますよ。スープにパンチが出て、これはこれでうまいですね。メニューが中華そば一択なので、店内の回転もよく、お客さんがたくさん来てもスムーズに感じました。あー、ラーメンの後の水、うまい。ごちそうさまでした。中華そばたらふくさんでした。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。